はい、皆さん、こんにちは。本日は、12月27日ということで、もうすぐですね、今年も終わりでございます。まあ、皆さんも来年にとって良い年になることを願っております。で、今回私が言及させていただきたいことは、今フランスのある都市において日本人の女子大生、21歳の女子大生が行方不明になっているという件に関して言及させていただきたいと思います。これはですね、筑波大学の女子大生ということで、まあ、留学で、そこのね、都市に滞在していたわけですけど、これは、まあ、いろんな捜査機関が今動いているところなんですけど、ある留学生、国籍のね、ある留学生が、それに関与した疑いが強いということで追っているということでございます。これはですね、その SNS ソーシャルネットワークサービス、これはどのソーシャルネットワークサービスかわからないんですけど、まあ、いわゆる Facebook なんか私なんかもやってますけどね、 Facebook とか、ね、あると思います。多分ね、私は Facebook じゃないのかなって感じはするんですけど、もしくは LINE とかね、あると思います。そういったもので今手軽に会ったこともない方々と、まあ、お友達になることができます。で、今回の件に関しては、留学する前、日本でそのソーシャルネットワークサービスで多分向こうから申請あったんじゃないですかね。で、友達になって、で、実際今回、まあ、会うということで、まあ、その前から会ったのかな。で、会って、まあ、どっかのレストランで食事して、で、学校の寮に来て、そこで叫び声が聞こえて、その女性のね。で、その後に行方不明になってしまったということで、実際やっぱりその男がね、監視カメラに映ってたということで、まあ、関与した可能性が高いということで、追ってるということです。ただ、これに関してはまだ国籍が出てません。これはなぜかというと、確実的にその人物が、犯行を行ったっていうことは、確実ではないので、あえてそうしてるんでしょうけどね、うん、まあ、どこの人なのかなっていうのは正直気になるところでございます。それともに、今行方不明になっている女子大生の方、この方に関してね、早期のね、発見、無事でね、戻ってきてほしいと思ってます。私自身、大学の時にですね、休学してオーストラリア2年間行ってました。で、その後、まあ、旅行会社入ってですね、海外支店に勤務して、フィジーとベトナム、そして、タイ、赴任いたしました。海外渡航、まあ、最近はもう調査で渡航してたりするんですけど、その調査渡航において、それらも合わせてですね、まあ、そう、すべて海外在住歴って7年です。でね、この14年のうちの半分ぐらいはもう海外にいる私でございます。その中、まあ、海外で暮らして多くの日本人を見てきて、実際自分も語学学校、まあ、通ってたわけですけど、そこの学校で、まあ、多くの外国人と出会ってね、いろんなとこ行ったりしました。一緒に食事したりとか、一緒に旅行したりとか、まあ、人の部屋に、ね、泊まったりありました。まあ、そんな中ですね、今、まあ、私が留学したのはもう十何年前なんで、その時別に SNS と言われているもの、いわゆる Facebook なんかまだなかった時です。今は Facebook なんかがすごくできてですね、例えば外国人の友達とかとね、結構友達になってね、そこから交流していくこともできるわけです。ある意味便利なんですけど、ある意味危険であって、皆さんぜひね、ここはソーシャルネットワークサービス、 Facebook でも LINE でもそうなんですけど、これは外国人に限らず日本人でもですね、やっぱり何か会うっていう時はね、その人が本当にしっかりした人物であるのかと見極めて会っていただきたいと思います。私自身もソーシャルネットワークサービス、 Facebook などで知り合った方々と、そうですね、数十人、30人、40人ぐらい、そして YouTube のチャンネルをご覧いただいている方、まあ、ファンの方もいらっしゃるので、その方々がお会いしたいということで実際会ってね、食事したことも結構あります。なので、まあ、そういう時っていうのは、私は男なのでね、これが女性だったらまたちょっと話が違うので、男なのでまだ、まあ、私一応、まあ、腕には自信があるんで、そこら辺はね、振り付けられない限りは大丈夫と思ってるんですけど、女性に関しては特に気をつけた方がいいと思います。特にやっぱり外国人なんかもね、例えば日本人女性、性的目的でもって、接してくる、その申請する外国人もいるわけです。それに乗ってしまう日本人女性もいるということで、なので、そういうふうに申請して、ちょちょっと優しく言葉を送れば、あえて、そしてエッチまでできるなんて思ってしまう外国人もいるわけです。だから皆さん、ぜひここは注意していただきたいと思います。そして海外、まあ、私なんかも海外経験は、ね、豊富でございますけど、どんな人々が来るか分かりません。皆さんが海外渡航これからされる場合、仕事で行かれる、もしくは、遊びでね、旅行で行かれる、留学、そういったものあると思います。
ただ、外国は日本ほど、日本でも今危ない状況が結構あったりします。日本ほどはね、安全ではないってことを認識していただきたいと思います。そこを、認識していただいて海外でね、楽しんでいただければと思うんですけど、とにかく、こういったもの、私自身もね、ここ5、6年、5年ぐらい調査している海外行ってるわけですけど、この5年の間でもですね、3、40人の日本人が、殺害されてます、もしくは強姦されているの件も含めると100件以上ですね、そういったものも現場を見てきました。なので、ぜひ皆さんにはそういった危ない目に遭っていただきたくないので、今回発信させていただきました。それとともに、今回今ね、行方不明になられている、女子大生の方、家族の方もすごく心配していると思います。早期の発見、無事にね、発見されることを願っております。こういった問題に関しては、実際私がね、海外に行って、いろんなやっぱ詐欺とかね、危ない人々もいるので、現地実力で撮って発信もしてます。この動画チャンネルをいろいろ隅々見ていただくと出てくると思うんですけど、皆さんもし何か海外のことで何か不明な点とか心配な点がありましたら、私の方までコメントもしくはメッセージをいただければと思います。それでは、今年もあとわずかでございますけど、来年が皆様にとって良い年であることをね、願っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。